はい、億万長者合宿をご覧の皆様、そして、吉谷さん、どうもこんにちは。吉谷さんから今日はね、お題をいただきましたね。いや、これね、何回も答えてきたんですけども、改めてこのタイミングでお話しできるのは非常にね、ありがたいことだと思います。で、吉谷さんからいただいた質問は、私がですね、麻雀店の経営をしていて、10年ぐらいやってたんですけども、大体ね、5年目ぐらいでもう借金で首が回らなくなって、もう簡単に儲かる方法ないかな、それとかね、誰かからお金借りれないかなみたいなことしか考えてないような、そんな日々があったんですよね。そこでですね、麻雀店に来るお客様から、あのネットビジネスで儲かってヘリコプターでそば食いに行くやつがいるらしいぜっていう風なね、話を聞いたんですよ。まあ、いかにもありそうなインチキな話だなと思ったんですけども、そのね、タイミングで、確かに久しぶりにテレビを見てみると、そばを食べに行ったり100万円なくしたりみたいな話が出てきたりとかね、ベントレーって車があるんだっての知ったりとか、毎日豪遊してるところとかね、テレビで出てて特集されていて、なんかネオヒルズ族みたいな感じでね、やってたんですよね。なんだこいつらは、パソコン1台で本当に稼げるんかいなっていうふうに、麻雀しか知らない私は思ったわけですよ。当時39歳でした。私はパソコンなんて全然無縁の世界で、スーパーの従業員やったりね、それからガードマンやったり、訪問販売の営業したり、しまいに落ち着いたと思ったら麻雀店の経営、そして介護士なんですよ。パソコン全くいらない環境で39年過ごしてきました。そしてその情報を聞いた時にですね、私はクロームブックというね、1万2000円の中古のパソコンを買ってきて、それで検索してですね、あ、なるほど、ネオヒルズってこういう景気がいいんだ、パソコン1台で稼げるの、すげえじゃん、在宅でできてみたいなね、感じだったんですよ。で、出てくる人はみんなね、20代から30代の若者ばかり。いやー、若い人っていいなーと思ったんですけども、負けてたまるかと思いながら、私でも40でも大丈夫なネットビジネスってのはないもんかなと思ってね、40歳ぐらいからそのネオヒルズ系の塾に入ったわけですよ。で、その時の気持ちですけども、私はお金がないんで、クレジットカード何十枚あるのをこうね、探ってですね、2枚だけまだキャッシング枠があるのを発見したんですよ。それぞれ30万と30万のキャッシング枠でした。この2つを合わせて60万円を下ろして、20万円ぐらいはちょっとね、遊びで使って、で、40万円でネオヒルズ系の塾に入ったという経緯になります。で、このお金を払う時どんな気持ちだったかというと、このネオヒルズ塾がもしね、儲からなかったら詐欺でそれ以上の金を取り戻してやろうと思ったんですよ。詐欺でね、訴えて、もうね、40万どころじゃないと、精神的苦痛を生じたとかね、いろんな難癖をつけて、もうね、100万とか200万とか1000万とかね、どうせ相手は金持ちだからぶん取ってやれみたいな気持ちで買いました。プラスですね、適当なことをやって金を返せって言っても全然、ね、取り合ってくれないだろうから、徹底的に隅々までやってやろうと思ったんですよ。隅々まで送られてきたコンテンツを忠実に 100% やって、それで儲かんなかったらこれはインチキ教材ですよっていう風に脅してですね、金をぶん取ろうと思ったんですよ。これが私の正直な気持ちです。で、送ってきたコンテンツをまず1日目、ぐわーっと見ました。儲かりました。うわっ、訴えることできんわと思いましたね。2日目、儲かりました。3日目、儲かりました。35日経って80万円現金が手に入りました。もうなんだこれはと、麻雀屋なんて本当にやるべきじゃないなと思ってですね、以来1日たりとも休むことなく今日に至る日々になっています。そうなんですよ、これうまくいかなかったら詐欺で訴えてやろうと思う反面、もう詐欺が立件できるほど細かく誠実に徹底的に凡事徹底しようかと思ったんですよ。そしたら1日目で成果が出ました。もうね、それからはね、私の人生は、それまでの人生がもう他人の人生、誰かの人生じゃないかなと思うぐらい全く違う人生をスタートしましたね。借金は全部当然なくなりましたし、まあお付き合いする女の子もできて、その人とはね、結婚もできましたし、今は子供も生まれましたし、家も一括で買いましたし、車はその去年に続いて4台なんか分かんないけど4台あるんですよ。なんかね、原付を買って、で軽自動車買ってベルファイア買って、ナイト2000トランザムフルレプリカを買って、わあすごいなーって感じですよね。やっぱりね、私振り返って思うんですけども、きっかけっていうのは本当ちっちゃなことなんですよ。そのちっちゃなことをちっちゃいと思うのか、それとも大きく作っていけるのかってことは、これ本人の力量になると思うんですよね。だからといって私が大した人間だと言ってることではないんですよ。ただ私は一心不乱ってことができたんだろうなと思います。本当にですね、ネットビジネスをやってる時っていうのは、寝るのも忘れて、お風呂にも入らずに、トイレにも行かずに、食べることもなかったですね。
ずっとパソコンでこうよだれ垂らしながら無誘病者のようにやってました。で気がついたら20時間経ってるみたいな感じでしたね。気がついたら30時間経ってるみたいな感じです。こうやってカンって寝落ちして、あれ何が起きてんだと思ったら、もうね自分の経営してる店に2日間行ってなかったとかね。それはね従業員困ったでしょうね、うん、でも経営者の私はもっと困ってたんですまあそんなねやっぱり何かに傷をつけたっていう部分も否めません。多くの方はねネットビジネスとか副業をやると会社にバレるんじゃないかとかね、奥さんに怒られるんじゃないかとか、他の時間ができなくなるんじゃないかなっていうふうに恐れますけども、それは当たり前です。そういうのをかなぐり捨てて、でも自分の人生を手に入れたいと思うんだったら、もうね金持ちになる、自由になる、それ以外は全部諦めてください。私はいつも言いますけども、自由さえあれば何もいらないということなんですよ。私はですね本当にそう思ってます。自由な人生を歩めるんだったらもうね何にも忖度いらないです。何にもいらないです。友達もいらないです。もうそのぐらいやってきました。ですんでほとんどの人には真似ができないんじゃないかなと思います。私は逆にですねもう失うものがないんで突っ込めたんですよ。でもおそらく今この動画を見てらっしゃる方、なかなか全力投球できないっていう方は、多分今お勤めの会社が相当ね大事なんでしょうね。今抱えてらっしゃる人間関係が、ああだこうだあっても結局は大事なんだと思うんですよ。いやもうだからね、まずは捨てないといけないのかなということがあります。私麻雀をよくやるんですけども、あの麻雀にねすごくいい言葉があって、麻雀ってのは上がることも大事なんですよ。ローンってからね、大きな手は上がることも大事なんですけども、同じぐらい捨てることも大事なんですよね。麻雀ってのは捨てないと始まらないんですよ。親が第一打を捨ててスタートするんですよ。捨てるのが嫌だったら何にも始まらないです。周りの人も始まらないですよ。全てが始まらないんですよ麻雀っていうのはね。今振り返ってみたらものすごく大切なことを私に教えてくれたんじゃないかなと思いますね。それからですね、今日の動画の最後にこういう言葉でまとめたいと思います。サムネイル画像にもあるんですけども、自分の人生を変えたかったら、新しい世界に行きたかったら、少なくともですよ、今いるところから離れなくては変わりません。旅は始まりません。そのことだけ申し上げて今日の動画を終わらせていただきます。それではいってらっしゃい。